まあ私だってサクラファイブですから、理想の王子様には憧れますよ。妖精王なんてもう単語だけであんみつ3杯はいけます。実際の妖精王に会うまではですけど。本当のことは何も言わないくせに、言葉巧みに会う人会う人救っていって、でも本当の悩みは完全スルー。究極の人たらしですよ、あれ。ああいう人こそ虫かごに閉じ込めておくべきです。